視聴者バスの乗客が、魚売りの女性から干物を買っているバルイクチ、またはバリクチは、キルギスの町。同国北東部のイシククルコの西端、北緯42度28分統計76度11分、北緯42.467度統計76.183度、76. 42.46776.183地点に位置し、標高1900メートルで、 人口およそ4万人。ソビエト連邦時代には産業の中心と交通の要衝として栄えたが、ソ連崩壊後は大規模な産業施設がすべて閉鎖に追い込まれ、経済基盤のほとんどを失った。ロシア統治時代の1909年から1993年まで、街の名はロシア語で魚場という意味のリバチェだった。1990年代初頭になって、ソ連が 弱体化してくると、町は近くの湖の中から石くくると呼ばれるようになった。その直後にキルギスは独立を果たし、町の名はキルギス語で巨場という意味のバルイクチに改められた。バルイクチは、キルギスの首都ビシュケクから中国へ向かう、道の中継地点になっている。バルイクチを過ぎると、道はナルイン州に入るが、鉱山を越えるため、 中国国境のトルガルと峠まで険しい道が続く。そのためバルイクチから中国国境まで鉄道を敷設する計画が浮上し、協議が行われている。その他にも東部のカラコルへ至る道として、石ククルコの北を通る道路と南を通る道路の2路線があり、カラコルからその道をさらに東に行くと、カザフスタン南東端の訓アへタうという場所に通じる。 ありがとうございます。